はいこん今日はね、ちょっと新しいそのライトゲームのーワーミングのあり方。まあうーん、どういう意味かな。近未来的。うーんちょっと大冗談に振りかぶりすぎかな。あのー、まあ今までね、僕たちライトゲーマーがやってきた、そのライトゲームにおけるワーミング。うん もっとももっっととと奥あるんじゃないか面白いことがあるんじゃないか,、うんいこ,なないかね、こういうふうにあの最近つくづく考えるわけですよ。えーまあ、僕自身はこうどちらかといえばプラグ好きソフトロアよりもハードルアというのはもう数十年来変わりはないんですけどもハードルアだけじゃ絶対にこう無理な場面があるでそこはソフトロアに頼らざるを得ない。 うーんというよりソフトルワーがい強い場面がね、えー、すごくあるじゃないですか、うん、これも間違いのない事実かといってハードルはどうなんだって考えた時にソフトルワーじゃこう絶対できないようなことができちゃうよね例えば水面直下2 0センチぐらいでこうピタッと止める浮きもしなければ沈みもしないサスペンドもしくはフローティングね一旦潜らせて 止めたらじわっと浮き上がるあるいはポコンと浮き上がるこれはなかなかねワーミングじじゃゃ非常に難しいじゃないなですか、うん、だから必然的にそのプラグあるいはメタルジグならではのねメタルジグだと 10g とか使えば 100m 飛んじゃうわけですからで 30m とか 40m なんて深い水深もね、えー、攻めることができるわけですよ。 まあえー、そういうことで僕自身は非常にハードルワー好きでやってきた理由の一つがですねこれだけ長くあのメバリングアジングやってますと、うん、昔よりはもう格段に釣れなくなったな、まあ、サイズのいいのがね特にね、うん、じゃあサイズのいいやつどこにいるのって言ったらもっと遠くもっと深くあるいはねもっと浅くだったんですようん。 でとりわけまあプラグの釣りっていうのが非常に僕の心を揺さぶるもんですからそのもっと浅く、えー、止めて流すとかいったね釣り方を随分追求してきて、えー、ジグヘッドにワームではなかなか両肩がこう釣れなくなった広島県エリアのね、えー、一般的な明かりつき堤防の中において。 それでも何とかかんとか両方をこうひねり出すことができるのが一つはプラグの力だったのでえそこをねどれぐらいかなこの十数年ぐらいはやってきたんですうんなんですが今に至ってというよりはね僕自身がその自分の運営するインクスレベルにおいてまあこのところワームをこう立て続けに何種類か 出す中でもっとああすればこうすれば、えー、まだまだ残っているね両型の魚をひねり出すことができるぞということにね改めてこう思い立ったわけですよ。はいということでね今日はね、えー、そんないろんなそのワーム のリグまあ、えー、原稿の方にも書いてますけども、うん、まだまだね、あの、なんでしょう、伸びしろっていうのかな。やりしろがね、こう、たくさん残ってるよと。で、それをちょっとね、本気で追求してやろうという気に、えー、ここのとこなってるわけです。ということで、はい。えー、それらのね、実 はいといとうかまだご存知のない方のためにね、えー、何種類か、ね、今、えー、僕をはじめインクスフィールドスタッフのみんなでね、えー、手がけてることを、ね、ちょっと紹介していきたいと思いますね。はい、こうカメラを2台使いながら2台体制でね えー、ちょっと説明していきましょう、うん、まずはねあのー、まあこれ僕も昔からやってたんですけども、えーまあ、僕ら昔餌でやってた人間が言うところのードーズ家家ルアチックでに言うとダウンショットリグね。うん、これをねもう一回見直すべきだなと思ってるんですよ。 まあ,あの僕こう分離リグというのかなこう複雑なリグがあんまり好きじゃないのでプラグを直接結んだりジグヘッドを直接結んだりまあ詰まるところをこう単体リグが好きですから少しねダウンショットリグから遠ざかっていたんですがまあ好き嫌いよりもあの皆さんがこうもっとねあの面白く連れてなおかついい超過が あ出せるようになるためにはもう一度ここをちゃんと見直してご説明しなきゃいけないなというふうに思ってますのでまずはねそのダウンショットリグ、うん、についてねご説明します。まあ胴付きリグなんです、まあえー、ちょっと、ね、手元に道具がないので、えー、全部お見せしませんが要はラインの一番下に重りがつきます。 この重りはね何だっていいんですこの重りが何でないとうまくいかないようなんてことほとんどないです。もう普通に紙つぶしのガン玉を結び込み作ってそこへパチッとはめるだけでもいいんです。イ、ね、のついたやつ買って結んでもいいんです。まあ、ちょっと高くなるですよね。紙つぶしが一番安いから僕は結び込み作って、えー、紙つぶし打てばいいんじゃないかな。ね、で、その上に ハリス枝,を取っ枝を取ってそこに針をつけてワームをつけるこれがダウンショットですはいしたがいまして今日はここ,ここのワームとのセッティングとフックセッティングだけをねちょっとお話ししておくんですがその時にねダウンショットリグと言われるまあ銅突き仕掛けで、えー、我々ライトゲーマーが使うワームの中で 最もねダウンショットリューグに向いてるよと、まあいろんなワームを使ってきて、えー、僕が思うのがね、これです。もうすでにね使ったくさん使ってる方おられると思うんですけども、Z5。この Z5 をね設計するときに当たって、まあ,あライトゲームのワームの世界にこう平べったいくって細長いワームがないなと。 まあこれバスカイでいうとこのリーチリーチ系のワームなんですで平べったいことによって起きるあ独特なこう上下でのくねりアクションがまあリーチ系のね一つは命なんですはいしたがって下に重りがついてて途中に枝数があってそこに、えー、フックセットしてワームをつける際にはこういうこう扁平のねワームが 最も、えー、ダウンショットにね似合うワームだと思います、はい、じゃあこれを具体的にねどういうふうに使うかなんですがまあいつも僕たちはあのジグヘッド使ってるよね。で、えー、ダウンショットの枝数に、えー、ジグヘッドをつけたんではこの枝のここに重みができるから垂れちゃう垂れちゃったらね胴付 <laughs> きの意味はないんです。 1> 針1個でいいんです。ということでね使う針は、えー、マス針です。マス針です<ん>あ、ありましたじゃあ早速手元で見てもらいますね。はい こういう針です。まあ、これ、マス針といっても、そのマスをつる、ガなナマスをつる形の針をバス用に転用しているものなんですね。だから、これ自体は、えー、バス用として販売されてます。こういうやつ。メーカーさんはフィナさん。ね。はい。まあ、新刊も何にもついてない。 針なんで,す、ねはい、でまあバス用なのでこうちょっと見えるかなここ針金のようなこうガードブラシみたいなのがついてたりしますし、えー、これがまあ,あのバスプロの青木大輔さんがバスプロの青木大輔さんが監修してるモデルですねここへイラスト書いてありますけど。 これはフックにね。ガードブラシが付いてるやつね。ちょっと出してみようかね。はい、こんな風にね。針金が付いてんですよ。うん。これがここへワームセットするわけですけど。この針金があることによってこう2本になってんだ。これね。これガードブラシって言うんです。ここにワームを刺す。もとか木とかが当たっても。 ここにバネがあるから針先に当たんないんだよ少々ではね、うん、なので非常にこう根がか,かりがしにくい、えー、すり抜けがいいように作ったんですね障害物に対して、まあ、こういったものを使ってもいいしあのこういうものが全くついてないタイプもねえー、ライトゲームマニアの原稿の方にはちゃんと銘柄が書いてますけどもこれがついてないやつもありますでダウンショットの場合はこんな、ね、いらないので、うん、ただあの ワームのショートバイトがあった時にこう脱げやすいのでワームキーパーのついたものもねあるんです例えばこれがそうですねこれもフィナーさんのがまあ,あの気に入って使ってるんですけど、えー、やっぱりバスプロの河村幸太郎氏のモデルなんですけどこれはガードブラシはついてないんですけどワームキーパーがついてるの、うん、こんなのでもいいしキーパーなしでも えー、大体大丈夫ですでセットしたものがこれうんこれは青木モデルのブラシを2 3ミリ残してカットしてるんですこれだとあの少々魚が引っ張ってもねこの、えー、ワイヤーがガードをね あのー、邪魔して脱げないんです先にね糸を結んでおきます先に仕掛けの、うん、セットして針を結んだものを枝末で作っておくんですで後でワームをこういう風にセットするんですけどもその時にこれは下向きにセットします針が下向きなぜかというと 針のウエイトが下に来ることによってこの扁平ワームがもう水平姿勢がすごく保ちやすくなるんですね。針が下に来ると。はい、で軽いリフトフォールをかけるとこういうふうにこうくねるように動くので推奨は下向けセッティング。で、えー、ワームを刺します。刺したらね このちょびっと残したガードブラシまでずり上げてやるんですまあつまり結び目を隠しちゃうんですねもう引っ張り上げてはいこうやると少々魚が加えて引っ張っても脱げませんうんこれがおすすめこういう形で 枝数を取ってこいつをセッティングするで釣り方としてはふっと持ち上げてストンと落としたりふっふッふっとて止めたりでシンカーがボトムについているので枝数は一定レンジから落ちないんですこういう状態なんですね流れのあるところだとうんあとシンカーをボトムにつけたまま 糸をね緩めた糸を張るような感じでこうシェイクするそうすると流れのないところでも、えー、これがこういうふうに水中で動いてくれるんです、うん、まさしくこう生きてる虫が水中でこう一生懸命流れに逆らって登ろう登ろうとしててもがいるるように映るだから偽物なのに餌だと間違えて食ってくると、ね、こういう寸法です。 はい、それからもう一つねダウンショットリングのいいところはねシンカーを底につけたままゆっくり巻くとシンカーがそこをズル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 きてワームはこの高さでこうでシンカーがボトムの石とか岩とかこうアンジュレーションをコツンコツン叩いていくのでこう勝手にナチュラルにアクションしてくれてそのちょうどいいタイミングでチェイスしてきてた魚がパクッと食ってくれるっていうのもね ダウンショットの、ね、いいとこなんですよ僕はもうかつてこれでねあのメバリング大会で優勝業をドソンと一発いいの出したりまあプライベートでもよくやってたんですけどえ <laughs>、えー、若干面倒くさがり屋なので、えー、普段はやらないんですけどどうしてもなかなか釣れない、えー、例えば産卵明けだとかね急激な水温低下で、えー、ちょっとメバルがね ボトムについちゃって食いしぶってる時なんかにこういう,こう一定レンジボトムレンジでスローな誘い方をすれば食ってくるっていうパターンがねやっぱり年間のうち何日かあるのでそういう時はねこういうのにね頼ってました。はいということでね一発目はダウンショットでーく次はね えー、バスでいうところのワッキーとかねネコリグというタイプの、えー、リ,セッリグセットなんです。ワッキーネコリグ、あのー、僕はどちらかといえばあのニャンタムシンカーというタイプのシンカーを使うので普通の,あのネイルシンカーっつって重りの鉛のこう細いネジネジの棒があって。 本来はバス用だとこのワームのここのワームの先端からこうこういうネジ状のビスのような進化を打つんです本当は猫リグっていうのはここから刺すんですけど僕たちが使うワームは寝ル進化が入れられるような 太さがあんまないのよね。アジとカメバル作るワームって太さがないので、ここネイル進化非常に入りにくいので、えー、ちょっとね、違う方法を取ったりするんですけども、まあ、ここに進化があって入れます。で、この長さに対して途中にフックを横掛けにする。と、当然、ここが重たいから落ちる。ここが、 ボトムへつくフックはこの人差し指のところにあるのでそこで立ててこうゆらゆらさせるようなアクションがね可能なんですそこで使うのが僕の場合はこのねにゃんマシンカーでこれ今あのベイティにねちょっとセットしてるんですけどこれをちょっとあのやり直しますね そうですね。ドラゴンクローラーでやってみましょうか。ニャンまシンカーは、こういうふうに、コイルになってるんですね。うん。コイルのここへこう、シンカーぶら下げたんです。従って、これコイルをくるくるくると回すと、 進化はこう螺旋の中上がってきてポンと抜けちゃうんですけどこう入れていって今下につけてある状態ねうんまあ1ムから5ムくらいまでね、えー、いろんな種類があってこれはニャン玉の場合は鉛じゃなくてこれタングステンなんですねだからコンパクトで、えー、フォールのねスピード調整がしやすいワームですで今からやるリグはね2.5じゃちょっと重いかな 1.2とかねそれぐらいが適切なんですけどもまあ今お手元にある 2.5g でセットしてみますね。え底立ちさせ,たさせたい場合は頭からねじ込んでいきます。 ここにに先端にフックついたでしょ、まあ、つまりジグヘッドと同じバランスですところがこうフックはマスバリりで単体であるので頭に対して頭の進化に対して例えばフックを後ろの方に刺すわけですね こういうい状態にするとまあここは空中なのでうまくアクションしませんけどボトムにつけて緩めたら倒れちゃうんだけど糸を張ってればこうそこでカチ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 音をね今音が出てるように音を立てたりねワームをねこうふわせることができるんですよ。 これまさしくこうボトムから顔出してるタモ類つまり5階なんかの演出ができるんですねでこれを例えばベイティでやると底餌をつつく小魚の演出ができるんですよこの辺はそのワームのタイプによって使い分けするっていうのがねとても大事になってきます、まあ、一つはこういうセッティングでえー これを猫リグって言います。コそぎ釣れるので猫リグって言うんですけど、うん。この場合、ミスバイト、フッキングしなかった場合は、ここちぎれちゃうんですよ、ワーム,ワームがね。なので、えー、バスコーナーに行けばね、売ってるんだけど、このワームにかぶせるね、あの、輪っか感ですよ、シリコンの。それを通して、このシリコンのバンドに、このフックを引っ掛ければ、 そそううう簡単ににはちぎれないと、ね、そういとう風う作りま,すまあ僕はこのニャン玉進化を使うのでちょっと違うセッティングします。このワームをそこで、ね、さっきのねこりぐんねこ立てたい場合、まあ、ちょっと距離があんまり取れないんですけど僕はニャンマでやることが多いのでこれでちょっとセットしてみますね。 これ中にコイルがありますからね。こう螺旋になってるので、そのコイルの中にフックを入れて、コイルごと引っ掛けてやるんです。こういう、こういう状態。はい。これでも、 先ほど、ね、非常に似た状態のアクションが水中だと出せますシンカーがそこについ,についてちょっと独特なジグヘッドではこう出せない動きがねできます次はね、えー、今これ、ね、まずは猫リグの説明したんですけど 次はね、脇リグ。まあ、脇差しなんですね。脇に刺すってことなんです。えー、っと、脇の場合はあ、僕の使い方は、こういう、ベイティ使います。で、ベイティって、ほら、あの、一般的な、こう、 クロ,クローラー系とかあのピンテール系ね、えー、メバリングライトゲームでよく使われるピンテール系のように細くないじゃないペイティってこう太鼓があるよねその太鼓を利用したあのワッキーセッティングっていうのがね非常に僕去年もやってみてメバルツってとてもあの面白かったしジグヘッドリングじゃ出せない兆候が出たのでねそれをちょっとお見せしますね。 えー、この場合はワームの長さに対して3分の1こ,こからここまでのね3分の1から4分の1くらいの場所に真下にニャン玉をセットします。 どの位置にセットすればいいかはねあの慣れるとバランスがだんだん分かってきますのでそこはねご自分で何回かやってみてくださいセットしますはいもう一ネジぐらいですこの状態こんなとこに進化がつくわけですよバランスとしたら でここにマス針を打つんですけどこれがね上から打ったんでは僕が思うワッキーセッティングじゃないんです横に打つんです僕の場合はお腹側から刺しますお腹側からコイルの。 中へ通して横へ抜くんです。はい。横へ抜きました。この状態。 これが、ね、面白いの。これこれが面白いの。このセッティングで何が起きるかというと例えばここ壁があるよね。これが堤防だと思ってください。でずーっと向こうまであるとして。で堤防外からね例えばボートとかからその堤防際に平行に引きたいんだけど。 ボートを堤防に近づけすぎると危ないでも斜めに打ったんじゃ平行に動かないそういうところへこういう変なバランスでセッティングしたものを投げて巻くとチグヘッドリグだと巻くと当然自分に向かってくるよね投げて巻くと自分に向かってくるでしょ。 ところがベイティのようなこう幅のあるワームで脇セッティングして巻くとこう向きついてんだからね服が90度ジグヘッドはこっち脇はこっち90度ついてるからこれを巻くとねまっすぐこっち来ないのよこっち左左行こうとするのこのセッティングだと僕から見て左へ左へ行こうとするんです。で 通したいコースをこう。ラインがどんどんどん斜めになっていくのこう。左へ左へ。例えば磯に行って、霜降りがこう水の中にあって、その。霜降りのキワキワをずっとこうタイトに通したい時にも、こういうセッティングが有効なんです。うん。ストラクチャーにこうよろ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 うと、あるいはもう。この壁に。 巻いてくるた何度も当たるからその半ゴフっていうかなものに引っかかってプップッとなった時に魚あのー、活性は低いんだけどナーバスだったりする魚がそこでスイッチが入ってねいわゆるリアクションバイトでパカーンと食ってくるなんてことが起きる、うん、このワッキリグはねそのカーをヘッドに打つお腹に打つ こういうにゃん玉でぶら下げてアウトシンカーにするねインサートシンカーでシンカーの中に入れるいろんなことができるしフックセットをシンカーのそばに打つシンカーから離して打つで要するにリグバランスをね無限に変えることができるっていうのがねこのワッキリグの良さなのでアイディア一つでねあの厄介のロケーションが攻めれたりもうアクション自体が変えれるので、えー、今までになかったようなね、えー、結果がね るることがある結構ある <laughs> そこがねこのリュー流の面白さなのでぜひぜひ試してみてください次はねこれが今回僕が皆さんに最も見せたいやつかな何かというと「ワームでサブサーフィスゲーム」で「あのノーシンカーリ流」 ワームでノーシンカーでサーフェイス、要するに水面とかサブサーフェイス、水面直下の釣り。これをね、僕ね、あの、かなり楽しみにしてるんですよ。ハイシーズン。本気でやりたいんです。で、なぜかというと、昨今のあの、瀬戸内はね、あの、でかいやつってだいぶ釣り切られてね、ほとんど数少なくなっちゃってんだけど、サブサーフェイスに入って てくるメバルってあの過去のジグヘッドリグとかですねそれから餌釣り師さんの仕掛けではねなかなか食ってこないんですよかといってトッププウォータータラグには出なかったっすんだこれがなん何が原因だかちょっと分かんないんだけどすごく繊細な難しいと,ところでしか食わないのそのためにまあ僕の場合はあのスミスさんとコラボしてジェイドサスペンド作ったわけね巻くとこんぐらい潜る。 でそこで止めると浮きもしない沈みもしないサスペンドこれ投げて潜らせてパンパンパンとツイッチかけてドリフトさせて流すとでかいやつがズドーンと食うというパターンを僕ずいぶん前に発見してもう一人でそれいい思いして、えー、それができないその道具持ってない友達が両サイドで釣ってたらもうレギュラーサイズしか釣れないんで僕だけ25から28なんていうねもう瀬戸内の明かりつき堤防じゃもうスーパーサイズみたいなのをねちょっと連発させた。 えー、非常にあのサブサーフェイスの、えー、止めて流す釣りでね水面直下のナチュラルドリフトこれはねあのもう過去にいろんな場面で何回も僕言ってきたんだけどあのトラウトでよくあるのよ、えー、っとフライフィッシングでフライを上流に向かってねキャストしてフライ それからラインが先に流れないようにフライが着水したらラインを上流側にこうラインメンディングしてフライ先行で流すわけ。ラインが先流れてるとこうラインを嫌がってフライに出なかったりすることが多いので着水からラインメンディングでラインを上流が投げといてフライ先行で流すんだけど今度は俯瞰で見て。流れてくるフライが 流れとか風でふーっとこうふーって動いた場合つまりドラッグがかかったっていうんだけど流れの筋はこう綺麗に平行に流れてるのに水面のフライだけがこう変な動きをすると賢いでかいやつは食わないのよ。これがねあのメバルも流れの中でトラウトチックな性質のやつがいて流れに対して一定の浅いレンジを平行に流れてくるものだけを。 水がそっっちから流れててると思ってで僕がメバルだと思って一番餌が流れてくるレーンで待ってるわけ上目線でこうやってねで餌が流れてきてちょうどいいポジションに入った時にパクッと食ってまた元に戻るでかいやつこうなのよでこの辺とかこの辺流れたらこう見てるけどね食いに行かないもう余裕 <laughs> 一番食いやすいゾーンを流れてきたやつだけパクッと食うんだわところが こう流れてくるやつがこう例えばプラグの巻きの釣りでもジムヘッドの巻きの釣りでも上流から平行で流れてくる餌を待ってるメバルに対してこう斜めにこう切っていくよねルアーを。そうすると何でもかんでもこう餌だったらも追っかけて食っちゃえみたいなこう小さいやつから中ぐらいのやつは釣れるんだけど賢くって慎重で、えー、臆病で。 そういう臆病なやつは生き残ってるわけよだから大きくなるのよそういうやつはね厄介なのよトラウトでもメバルでも流れを切ると食わないのよだから僕はまかない釣りってよく言ってたのはねそういう目も大きいの、うん、はいということで、えー、サブサーフェイス水面直下を平行に流れに対して平行にドリフトさせるのに、えー、プラグでやってたんだけど 厄介なんだこれがトップじゃ出ないじゃあサスペンドペンシルで流したら食ったでもいつもじゃないどうしてもプラグじゃで食ってくれない時これはねもうみんな皆さんわかってると思うんだけどうわワームの出番ですよだからこれなんですよこれベイティにマスバリューをセットしただけの脳進化 で針は針のウエイトでこのベイティーの姿勢が保てるようにこれこうやってセットしたら投げたらこうなっちゃうからねね針が重いからだから鼻からこれベイティーこれお腹側ですからねし尻尾の形見ればわかるけど最初から下向きセッティングするわけそうするとナチュラルに下向いてくれるでこの時のねちょっとコツがあるんだけど ベイティってこう尻尾がシャットなので平たいよね。これをね、カットしちゃうんです。これは、こういうナチュラルドリフトの際にはあの、シャットのテールはいらないんですよ。これね、実はあの、ジャークさせて、このベイティを、こう、なんて言うんだろうな、ふヨンんという、ふヨンんという,こう、スウェイダートさせたいわけ。そののの時ににこの尻尾が邪魔になるので こういうセッティングの時はねあえてカットします細長くカットするカメラが邪魔になって見えねえ まあ大体でいいですよ。あの、ちょっとぐらい形が変でも、その分、こう、水の抵抗がかかって、あの、スウェーダートしてくれるので、この角度がいいですしね、ちょっと下向きであり、えー、断面がこう、細長い。こういうふうにすることによって、 キャストする着水するフックの重みで5センチ1 0センチちょっと沈むそこでチョンチョンと入れるとヒョンヒョンヒョンって水の中でヒョンヒョンスウェイダートするそこで流れに乗せてずーっとドリフトさせてやるわけで食わなかったらまたヒョンヒョンってやってスーッと流してやるこうやるとプラグのサスペンドじゃねえ出なかった 開発が出るんですそれが、ね、面白いこれは僕バスやってた頃にあのスラッグというねあのやっぱりこうスウェーダーとする、えー、ノンシンカーでねうーんやるワームがあってそれはもう普通にオフセットフックつけてやるんだけどめちゃくちゃよく釣れた。で僕の友達がそのスラッグの貫通ワイヤーを入れて、えー、トリプルフックをお腹の下にぶら下げて。 孫、えー、チ釣ったりタチ刀を釣ったりねいろんなことする友達もいてもうなかなか素晴らしい考え方だなと思ってね僕も感心したもんなんですよはいまずはこれねうん、えー、水面直下でスウェーダーとさしてあとはドリフトさせる釣りまあそれに、うん、ベイティが非常に形状からしても縦扁平でた、うん、太鼓があって水圧を受けやすく でテールさえちょっと、ちょっとだけやってあげれば、こういうヒョンヒヨンといったら動きをしやすくなるので、これおすすめです。次はね、えー、今度はビーティじゃなくて、えー、バチ抜けってあるじゃないで。抜けたバチのちっちゃいのがこう、水面直下こう流れていくような演出したいとき。はい。ドラゴンクローラー使います。で、これ、マスバリがセットしてあるんです。 でマス針のセットの仕方2つあります。こういうふうにさっきと同じ下向けセッティングとこれちょっと変わったことです。まあ、手元で見てもらいましょうか。これは普通のセッティングだよね。針を下向けにセットする。うん、でベイティのようにこうスウェーダーとはしないんだけどこれをちょっと水の中に沈めたこうシェーキングしながら流してやる。 そうすると、バチがこう、よよよよよって、バチが水面直下でこう、ポヨン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 しながらこう、えー、川の水とかね、潮の流れのこう押されながら流れていく様子を演出できるので、これはこれでね、バチパターンの時巻、少し巻いてもいいですよ、これなら。ゆっくり巻きながら、シェイキングしながら巻くのも、あの、バチパターンの時に非常な、非常に有効な手段となるので、覚えておいてください。はい。先ほどの 青木モデルのーガードブラシをカットして、ね、ワームで隠しうにう埋め込むともう少々メバルが引っ張ったので抜けないこのセッティングねでことのついでにえー、あの瀬戸内って看板の差が 3m から 4m で 一番低い時からと一番満潮の時ではもう3ー4 m もこう水位が変わるそうするとね潮が引いた時に藻がびっしりで釣りにならないような海岸線があるじゃないそういう場所も潮が上がると藻が立って当然水位が上がってくるんだから藻が立つでしょで立って藻のトップと水面の間がこう2 0チ三3 0ンチぐらいは。 でこここういう場所とか例えばあのまあ日本海側の浅い磯に行ったらもがびっしりのとこがあって、えー、まあ、日本海でも50センチぐらいの看満差はあるのでなんとかこうモノトップと水面の間の狭いところをこう引こうと思えば引けるような場所で。 僕はよくそこであのねダブルフックを装着したペンシルなんかを投げてペンシルプラグに食わせて無理やり引っこ抜くみたいな釣りもしてたんだけどさっきも言ったようにプラグじゃ食わないことがあるよねそういう時にはやっぱワームに頼りましょうとその時のフックセットですうんマス針を使って抜いた後ひっくり返してこ,こを入れてフックポイント出さないっていう これだと、物の中に沈めることもできるよ。できるのよね。だからこの場合は、沈めたいときは、えっ、ー、とね、これがね、今のが、この河村幸太郎モデルなんだけど、ちょっとメバリングにはでかいなと思うね。一普通、そうだな、ジグヘッドでも、メバリ用のジグヘッドで一番針が大きくても2番なんです。 でも一番とか使うんです。でかいフックを。全然釣れちゃうんで大丈夫ですよ。で、これ一番フック。うん。で、一番フックの重みで、物の中へスーッととしてやるけど、これ引っかかんないんだよね。で、魚が加えたら、針先が出るように、こう、ギリギリのところで止めておくんです。で、引っかかんないです。はい。このセットの仕方。 ここでひっくり返してんのこう、ね、先っぽから普通に刺して刺したら一旦ここまでこう抜くわけ抜いたらこれをお腹側にこうひっくり返すわけですこの状態にでそのままお腹へ 刺して針先を出さないちょっとここがいびつな感じになるけどもこういう細長いワームだったらこのフックポイントより後ろが機能するのでアクションはね。うん、全然あの釣れますす大丈夫です超スローシンキングで物の中にねふわーっと落とし込んでいってピピピピッてふわー でゴーンってこれ食った時は大外フック丸飲みしてるのでもう T ーラインのねちょっと強いものとリーダーの強いものやっとけば引っかかるとこはもうメバルの背びれぐらいしかないので、えー、しっかり物の中からねベートタックルなんかでやれば抜き上げることができますのでこれもねなかなか面白いセッティングだと思います。はいではね今回の目玉。 お面白リグ最後ぐらいになりますけど登場するのはジュラクロまあメガリングなんかで使うジュラクロだジュラクロは3インチ2.5インチそれから4月に出る4月になるだろうと今コロナ騒ぎで大変なのでこのちっちゃい2インチ2.5インチでも釣れます。 で2インチだとメバル君は20センチのメバルでもね丸飲みしてくれるのでで2.5インチだとさすがにあの当たって乗らないこともよくあるのねで僕はこれを春先から初夏にかけて瀬戸内によく出回るあの小イカ明かりつきの堤防に寄ってくる耳ミミイカとかスルメイカの子供とかイカパターンの時って チヌもシーバスもメバルのでかいやつもそのコイカを食べに明かりに集まってきてガバッつって,ってあの派手なボイローンを立てる時はね網が餌なんじゃなくてねこういうコイカだったりイカのだったりするんです餌がね。でこれはコイカにも見えるし 石ガニとかの,のちっちゃいやつが泳いでるようにも見えるのでこれを使うんですけどもご覧の通りトリブルフックがぶら下がってで平べったいので表面張力が働きやすいので深海入れなけば入ればいらなければこれ浮く,浮くの表面張力でいっぺん水から上げてそっと置いてやるとね表面張力で沈まないのでこいつのね突 ウォーターゲームってね、ものすごく僕期待感もんなんですよ。まあ、すねうちのスタッフが <laughs> 僕いる先でこれ試して釣っちゃってるんだけどね。うん、はい、これは面白いです。で、えー、これはね、セッティングが2つあって、えー、あ、これ1つ持ってくるあ,あるな。こういう専用のね、専用のワイヤーもあるんです。 これがジュラクローの XG2 インチに今これセットしてあるんですけどフックをここをちょっと手元で見てもらいますねはいこれあのワイヤーをお尻からお腹側へね貫通させてるんですよワイヤーをスッと。 これは確かあのガイドを作ってる富士工業さんの製品なんですけど、えー、スルーダウンショットリーダーって言いますスルーーーダダウンショットリーダーのこれ 2cm モデルなのかなこれをお尻から入れてお腹へ貫通させてそこにトレブルフックつけてるんですちょっと抜いてみるね こういうふうになってるんですよ。はい。ツルンと抜けちゃう。こっち引っ張るとね。セットが簡単。で、こっち側を出しとくと、下手するとフックポロンと取れちゃうので、あくまでもこれのセッティングだと、ここを差し込んで、こっちを出してやって。で、ここを糸結ぶ。ね。はい。このセッティングで、 そろーっと持ち上げてそろーっと置いてあげると表面張力であの浮いたままこの子がプかプか流れてくれる。で水面に出ないなと思ったらちょんとはたいて潜らせてね適,適度に5センチ1センチ潜らせたらピッ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 と揺すってドリフトさせてやるとプラグには出なかったメバルがドソンと食ってくれる。で幅の広いワームなので。 ね、下からメバルが突き上げてきた時にフッキングが悪いからそれをトレブルフックで取ってやろうというシステムなんですよこれもう一個違う金具使ってるので説明しますね、はい、これはねちょっと短いんですでまあどれが一番ベストマッチかは、まあ、今後また皆さんにお伝えするんですけどこれね パワースピードスナップって言うんです。これ実は中入ってるのはね、長いスナップの。でここ、スナップの先に、ここへ、スプリットリングつけて、トレブルフックをセットしてるという。ちょっと抜いてみますね。こういうものなんです。これはね、あの、ガイドの中に巻き込めるスナップですよっていうのが売りのスナップなんです。 これが2センチか。うん。パワースピードスナップのこれが2センチかな <laughs>。ちょっとあのー、なんて言うんだろう、サイズ忘れちゃった。スルーダウンショットリーダーが2センチと思ったけど、こっちが2センチっぽいね。スルーダウンショットは2センチじゃないよね。もっと長かったもんね。まあ、こういうセッティングの仕方で、えー、ジュラクロのお腹から、ここへ抜いて、 さっっきやってたようにねでセットすれば、えー、トレブルフックをつけて水面もしくは水面直下を、えー、ジュラクローで流す釣りってのが可能になるんですよ <laughs> 面白そうでしょでこれももうあのうちのモニター君やあのテスターさんたちがねフィールドスタッフさんたちがもういい超過上げてますので、えー、これもぜひ。 えー、ちょっとねトライしてみてくださいあのー、まあざっとなんです今日はざっと今日はざっと、まあ、これら4種類くらいのリグを今までにねあまりなかったタイプのリグをこう紹介させてもらいましたうんあのー、遊べるじゃん面白いじゃない非常にあもう一個忘れてたこんなセッティングもありオフセットフックの下にトリブルフックをセットしてぶら下げるねこれ簡単でしょ まあこれ動きすぎるのであの専用のここあの止められる浮きゴムのようなものを入れて止めることもできるのでその辺はちょっとググって調べてみてください。はい、こういう現場でささっとあんまり苦労なくこれセッティングできるのでこういうのも覚えておいてもらったらいいですね。はいということでね、えー、令和のニューメバリングメソッドの紹介でした。 はい、それではまた。